私たちはバドミントンのダブルス若手最強コンビだった。いやー、相棒のかけ子のおかげですかね。いやいや、ミレイちゃんの弾丸スマッシュあってこその勝利です。しかし裏では仲が悪かった。あんたさ、あのサーブミスマジありえないからね。ミレイちゃんこそ私に任せればいいところを出しゃばるから、ああやって流れ持ってかれたんですよ。うるさいわね。またもや駆け込みでコンビが3連覇で優勝だ。じゃあもう私のおかげで勝てたね。いや、私の実力ですから。うわ、うるさいな。てか見て、じゃん、県選抜選ばれたんだ。なんだ、あんたもなのかよ。ミレイちゃんこそ私が選ばれたと思ったのに。二人は犬猿の仲だが、試合中は息ぴったり。もしかしてこれを相棒って言うのかな。ミレイちゃん、次の試合の相手の分析したんですか。してないよ。だって来週の夏合宿で一緒に練習するし。夏合宿？何それ。え、日本選抜の。私、選ばれてない。そうなんだ。かけ子にも来週には選抜の案内来るんじゃない。かけ子は最近調子いいしさ。いや、いいよ、慰めなくて。合宿頑張ってね。今回は日の丸をいずれ背負って立つ若者の練習に密着します。勝利の秘訣か。最強の相棒がいるからですかね。へえ、テレビ取材とかされてんだ、あいつら、すごっ。今日は練習だから、お母さん、行ってきます。ミレイさんの相棒の方ですよね。取材いいですか。あ、いや、相棒とか名乗るほどでもないです。何あいつ、なんか息少なくね。かげ子、今日のミス何。サーブミスとか、あの場面でマジありえないからね。もう、さ、そういうのいいよ。え、私を相棒とか思わないで。いやいや、急に何よ。シングルの日本選抜になったの、私に自慢してこなかったよね。いや、まあ、それはね。ミレイちゃん、一人の方が活躍できるよ。私のことは、もういいから。かげ子は半年間も部活に参加することはなかった。今回も圧勝で決勝に駒を進めたミレイ。しかし決勝の相手は KGK、 無名の選手ですね。私は力を手に入れた。絶対にお前に負けない。え、かげ子だよね。どうしてたの。かげ子、おかしいって。私たち最強コンビじゃなかったの。うるさい、お前とは違うの。かげ子と私はセットでしょ。一体何が違うの。才能だよ。お前と私では才能が違う。お前の前でプレイするのが辛いんだよ。実力を見せつけられて差は縮まらなくて、私はお前の足を引っ張ってた。邪魔者なんだよ。私はミレイのバドミントンが好きだからこそ死ぬほど分析してきた。わかる、わかる、わかる。私だってずっとあんたの隣でプレイしてきたんだよ。そう簡単にやられるわけないじゃん。なんだと。お互いのプライドのぶつかり合い、熱い攻防は続いた。最後の一手、私がいただく。やっと憧れを潰せる日が来たんだ。こんなところで。なんだとその技。私は知らない。当たり前じゃん。かけ子、あんたとまたいつかダブルスをやる日まで取っておいた必殺技なんだから。教室は絶対王者ミレイが制した。何ボケッとしてんの。早く帰って練習するよ、相棒。おっと、最強コンビが奇跡の大復活だ。今日こそサーブミスしたら許さないかも。ミレイちゃんこそ絶対スマッシュは外さないでくださいよ。うっさい、当たり前じゃん。ほら、行くよ。